行ってこいよリーダー。いえいえ、しかしまだ分かりません。もしかすると完全予約制なのかもしれない。ここは嵐のリーダー大野聡が偵察に向かいます。熱心に何か読んでいます。占いの研究所でしょうか、それとも暇つぶしの推理小説か。午後10時、まだまだ行き交う人も多い銀座の街ですが、みんなでも素通りするよね。待つこと15分、とにかく一人でも占っているところを見てみたいのです。するとそこへ、あ、来た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 、おお来た、お来た、お来た、お来た。あ、男性だよ。男性です。スーツ姿の若い男性です。悩みを抱えているのでしょうか、占ってもらうのでしょうか。何か話しています。あれ、どうした、何が起こった。あ、行っちゃうんだ、ちょっとやめた。あ、すげえしけた今の。それにしても何があったのかよく分かりません。今何を喋ったんですか。いや、1回いくらかなと。いくらですか。1回5000円5000円。あ、で、やめたんですか。5000円は高いかなと。あ、そうですか。5000円、5000円あれば映画を見て CD を買ってもお釣りが来ます。西新宿の母の3000円と比べてもなかなかのお値段。あ、もっと安くしろよ、何やってんだよ。そしたらあの人絶対占ったよ。するとさらにです。なんちゅうポーズしてんだよあの人。なぜ牙立ちで読書なのか、不倫の終わりをピタリと予言するオーラなど、この立ち姿のどこにあるのでしょうか。しかしです。あ、来た来た来た。この後私たちはお手紙がデタラメではなかったことを知るのです。今度は若い女性です。 OL さんでしょうか。え、なんか書いてる、なんか書いてるよ。名前書いてるのかな。はっきりとは分かりませんが、名前と生年月日でしょうか。手相占いじゃん。今度は手相を見ています。先ほど書いていたものと組み合わせて占うのでしょうか。銀座の父が女性に何かを語っています。すると、うわ、すごい、めっちゃ笑ってる、すっごい笑ってる。と今度は細い棒を取り出しました。ゼイチクと呼ばれるもののようです。つか、すげえいろんな種類やるねこの人。本当にすごいいっぱいやってるね。そしてまた何か語っています。あ、すごい笑ってる。なんでこんな笑う。結局30分間、彼女は笑ったりうなずいたりを繰り返していました。満足げに5000円という大金を支払う彼女は何を占ってもらったのでしょう。果たして銀座の父はお手紙の女性が言うようにズバリと未来を語ったのでしょうか。あ、すみません、ちょっとお話いいですか。え、今当たってました。あ、当たってました。え、今どういうことを占ってもらってた。恋愛だと、はい、彼氏がいるのに違う人もいるかなみたいなのもちょっと、あと3日前にその人と出会ったよって言われて、その3日前でも当たってる。え、マジで3日前とかも。そう、その人は君のことを応援してる人だよって言われて、3日前に君のことを応援したいって言ってくれた人なんですよ。マジでか。本当やだすげえな。話を聞くと銀座の父には以前にも占っていただいたことがあるという彼女、その時こそ本当に衝撃的だったというのです。あ、ちょっとモデルをやってるんですけど、はい、なんか海外の大物スターに5月頃会うよって言われたんですよ。まさかまさかと思ってたらコマーシャルのオーディションの話が来て、はい、かって、なんと相手がレオナルド・ディカプリオだった。CM 出てんのじゃ。出ました。すっげー。いえ、私たちは今でも占いというものを完全に信じたわけではありません。しかし彼女は当然のように言うのです。だって超当たるんだもん。っていうか、そんなテレビであれしちゃったら有名になっちゃいますよね、おじさん。
かもしれないですね。やだ、あんまり知られたくない。銀座の父は知る人ぞ知る口コミで密かに広まっている占い師なんだと彼女は笑っていました。いや、マジすごいよ。僕はもう完全に信じてます。